こんにちは。アマゾン n サポーター、堀秀夫です。今日は、初心者がアマゾン室で成功するためのサポート。えー、アマゾン室で、あなたがやること、何をやるのか。その質問いただきましたんでお答えします。アマゾン室、副業をスタートしたいです。具体的には何をしますか商品の仕入れとオーストラリアアマゾンまでの輸送方法が知りたいです。まあ、 買い物をしてバーコードシールを貼って郵便局から送るだけです。これね、なんか、え、それどうやんのというようなね、複雑なことを何か答えたいところなんですけど、まあ、単純にこれだけ、まあ、仕入れというより買い物ですね。別に、いくら負けろとかね、支払い条件を決めるとか、そういう難しいことやるわけじゃなくて、まあ、単純に買い物して儲かる商品を見つけます。そして、まあ、 普段買い物してきたらそれ使うでしょうけど、今回は輸出して儲けますんで、その、あなたが買って送った商品であるというのを Amazon に分からせるために、商品にバーコードシールを貼って送ります。で、送る方法は郵便局から送るだけ。EMS というものを使って送ります。まあ、これ、やっぱりね、改めて、こう、回答してみて分かったんですけど、 何一つ目新しいことがない。ね。買い物は普通に日本で買い物するわけですからね。輸入するわけじゃないんで。まあ日本で買い物するだけなんで、今までやってる普通に日本語で表示されてて、日本語で買い物できると。買い物したことないって人めったにないと思うんで、まあ今までやったことあることをただするだけ。で、郵便,郵便局からね、まあ小包とか郵便とか送ったことないという人もね、 まあ、そうそういないでしょうから、まあ、それがただ、送り先が、え、海外になるだけ。あと、まあ、バーコードシールを貼るだけという形です。まあ、ただ、まあ、そうは言ってもね、え、送っちゃいけないものとかもありますし、その送る前提としてね、え、送れるように準備をしなきゃいけないというのがありますので、それをサポートしますけど、まあ、その口座を作る、銀行口座を作る、え、それから、 銀行口座を作る、それから、えっ、ー、と、アマゾンのセラーアカウンと売り主の口座を作る、ねえー、その準備をして、あとは買い物する商品としてですね、えー、送れない商品とか売れない商品とか売っちゃいけない商品を外して、買い物して送ると。でただ、送っただけでね、アマゾンが売ってくれるんですけど、まあ、いろいろ問い合わせが来たりします。アマゾンからの問い合わせとかね購入者、購入した人とか、購入しようと思ってる人から。 その購入者への対応はこれ、今までやったことない英語のやり取り、プラス、英語を日本語に翻訳してね、返事をすりゃいいってもんじゃなくて、消習感と違いとかね、常識の違いっていうのがありますんで、それに合わせた返答をするというのが注意事項ですけど、ただ大きく言えば、買い物して、バーコードシールを貼って送るだけ。まあ、あとは、まあ、別に、特段、全部わかんないことがあったら私に聞いてもらえば解決しちゃうと。 いうことなんで何をするかね買い物してバーコードシールを貼って送るだけですまあそれで稼げますねまあ輸出っての、ね、はやっぱり日本日本に住んでてね日本は何しろ物価安いから成り立つビジネスですけど輸出ってうん気楽に始められても儲,儲かるんでまあなかなかいい副業だなというふうに思います